剣道はね、地域に道場やらスポ小っていうのがあってね、あの小学校の頃から剣道を習ってるっていう子もいます。で一方、まあ、中学校に入ってね、剣道を新しく習う子もいて一緒に稽古するわけなんですけども、あのどうせね、あいつにだけはね勝てないよとか、今からやったって無駄だとかね、思わないでほしいんですよ。あの実はね、もう全く逆なんですよ。本当に逆、もう全然逆です。実はね、その経験者がチームにいるっていうことが、未経験者、これから始める子たちにとって一番ね大きい存在なんですよ。ラッキーなんですよ。超ラッキーですよ。チームに経験者がいると自然にね引っ張られて上達してしまうんですよ。プラスそこにいつかね、その子にね追いついて追い越してやろうっていうね強い意志が加わればね、中学3年生で3年間でねかなり上達すると思います。非常にありがたい存在なんですよ。味方にね、そんな経験者っていうね心強い存在がいてね、仮にもね他の学校に行かれてたらね、ほんと困ってたわけなんですよ。自分のところのチームにいるから、それで切磋琢磨して頑張れると。一方ね、その経験者の立場としては意地とプライドがありますからね、3年間でね、これかあのこの間始めた子にね簡単に追いつかれてしまっては、自分の小学校時代をね完全否定することになるんです。だからもう意地とプライドがあるから、もうこの子たちも必死で稽古するようになります。あの中にはね、小学校の頃通ってた道場にあの指導を求めてね行く子もいます。全体としてお互い切磋琢磨してチームとして盛り上がっていくんですね。そもそもね、中学1年から剣道を始めた子なんてまだ本当に普通ですよ。いい方ですよ。ほとんどがそうです。中学2年から剣道を始めて頑張って地区大会で優勝して高校行ってインターハイ行くような子もねいるんですよ。中にはね、1年じゃなくて2年ですよ。2年の途中から始めてですよ。しかも女の子です。僕の周りにもいました。決して強豪校とかね、強い学校とかそんな話じゃないです。もう普通の中学校に通う子供です。その代わりもう、あのもう半端でない努力してましたね。あのその子は、まあ、部活動がね、毎日終わった後、ちょっとでもあの他の子にね、先に始めた子に追いつこうと思って、あの地域の道場に、大人たちに一人女の子ね、混ざってね、稽古を続けてましたね。まあ、そうやってね、本人が集中した時にね、すざまじい上達、もう本当に結果、奇跡が起こるってことですね。いつ始めるかとか関係ないです。もうのめり込んで、もう目が三角になってね、集中した時にすごく上達するって、そういう話でした。